こんにちは、萩です。今回はですね、1月21日に開幕します都道府県対抗駅伝の順位予想をズバリしていきたいなと思うんですけども、この都道府県対抗駅伝って超激アツでめちゃくちゃ面白い大会なんです。なんでもっと盛り上がらないかなっていうぐらい、僕はもっともっと盛り上げてほしいし、ファンを増やしたいと願う大会の一つなんですよ。で、まあ駅伝って聞くと、まあお正月に開催するニューイヤー駅伝、箱根駅伝、この注目度がもうめちゃくちゃ高いので、まあこの2つが終わってしまうと、まあ駅伝シーズンがまあ終わり方、次はマラソンを楽しみにしようかなということでマラソンに移行してしまうファンの方結構多いんですが、ぜひこの都道府県対抗駅伝見てほしいです。まあニューイヤー駅伝とか箱根駅伝が好きなファンであれば絶対取り組んになります。もう一回見れば本当にファンになること間違いないぐらい、まあ仕組みも面白いし、まあ見どころがいっぱいある。まあファンによってこう見る角度が変わるので、いろんな楽しみ方ができるっていうのが都道府県駅伝の楽しみ方なんです。で、どういう大会かっていうと、もう一言で言うと、日本一強い都道府県はどこだというところを決める大会ではあるんですけれども、こう各区間配置のエントリーの仕方の仕組みがすごい面白くて、まあ全7区間で48キロっていう比較的短い距離ではあるんですけれども、こう各区間によって走れる年代っていうものがすでにもう決められているんですよ。この区間は中学生しか走れませんよ。この区間は高校生しか走れませんよ。この区間は大学生もしくは社会人しか走れませんよっていう、まあ中学生区間とか高校生区間っていうものがもう1区から7区まで全部もう決められているんですよ。なんで中学生区間はもう中学生しか走ることができないので、まあ各都道府県は中学生からまあ社会人までバランスよくいい選手を揃えられないと上位の方に上がってこれないんですよね。なんでうちの都道府県は大学社会人がめちゃくちゃ強いよって言ったとしても、中学生高校生にいい選手がいないとやっぱ上に上がってこれないし、逆にうちは学生が強いと、中学生高校生が強いって言ってもやっぱこう大学社会人っていう区間があるので、まあここら辺が弱いとなかなか上の方に絡んでこれない。で、最終7区アンカーはまあ社会人、大学社会人区間と言われていて、最長の13キロを走らなきゃいけないので、やっぱ中学生高校生だけではなかなか勝てないというね、この仕組み考えた人ほんとすごいよね。各都道府県で戦う、さらに中学生から社会人までこう区間をこう分けて戦うっていう考えた人ほんと天才だなっていうぐらい、こうファンからするとたまらない仕組みだなっていうことがね、まあ満載の大会なんですが、日はねまだまだ浅いんです。まだ30年ぐらいしか開催されていないので、まあこれからねもっと盛り上がってほしいなっていう思う大会ですし、こうニューイヤー駅伝、箱根駅伝、まああとは宮古寺、あとは中学、全国中学駅伝、ここで活躍した選手たちが一度に揃うんですよ。これが一気にこう見れるんですよ。宮古寺で大活躍した選手と箱根駅伝で活躍した選手がこうタスキレーで渡し合う。で、都道府県対抗で戦っていくので、同じ今まで大学とかで同じチームで仲間で箱根駅伝戦った選手たちが今回都道府県でライバルになるんですよ。なんで同じ区間でバチバチ戦うシーンが見れたりするし、あとは今までと違ったユニフォームを見れるっていう楽しみ方もあります。やっぱ大学4年間所属すると4年間自分の大学のユニフォームなので、基本的には毎回同じユニフォームでまあ露出されるわけですよ。なんでその顔の選手とユニフォームがまあ一致してる選手結構多いじゃないですか。だけど都道府県対抗駅伝では自分のね、まあ出身地だったり、まあ所属のチームのユニフォーム、まあ広島とか神奈川とかを着るので、今までと違ったユニフォーム姿が見れるっていう楽しみ方があるので、まあ推しの選手がいるファンの方とかは、今までちょっと違ったね、まあ雰囲気を味わえるっていう楽しみ方もあるし、まあ今まで大学とかチームで応援している、まあ個人の選手を応援している人が、今回は自分の出身の都道府県を応援しようっていう見方もあるんですよ。で、今までは駒沢大学がファンだったり、青山学院大学のファンだったりすると青学の選手は駒大の選手をこう応援してたんですけども、実は自分は鹿児島出身ですってなると、まあ自分の推してる チームの選手はいないけども鹿児島ちょっと応援してみようかなっていうので、鹿児島チームを注目してみるとか、いろんなね楽しみ方があるので、
なんでね、もっと盛り上がんないかなと、まあ徐々に盛り上がってきてはいるんですけども、まあ楽しみ方ほんと満載、全国都大路で大活躍した選手と箱根駅伝、ニューイヤー駅伝で活躍した選手が、こう合わさって同じチームで、あの選手とあの選手がこう混ざり合うのかっていう瞬間はね、まあたまらないんですよ。で、すでにね、もうエントリーが発表されて、この後ちょっと見ていきたいんですけども、エントリーリスト見ると、やっぱね、箱根駅伝とかで活躍した選手がね、まあごっそり出場しているので、まあ味方がね、いろいろ楽しみだな大会なので、ぜひね、今回見てほしいなというふうに思います。で、まあ、注目のね、まあ、見方として、まあ、どうすればね、上位に上がってこれるかっていうところなんですが、まあ、さっき見たように、各区間、走れる年代ってものが決まっているんです。で、こうなってくると、どこがポイントかっていうと、やっぱりね、高校生区間、もう、こう間違いないですね。1区、4区、5区が、まあ、高校生しか走れない高校生区間と言われているんですけども、毎年、まあ、都道県対抗駅伝で上位に入ってくるのは、高校生が強いチーム、まあ、高校生にいい選手を揃えられている都道県っていうのはやっぱりね、まあ、上位に上がってこれます。これ理由があるんですけども、まあ、2区と6区は中学生区間と言われているんですが、今の中学生ってね、まあ早いんですよ。もう 3000m 早い子だと8分30秒ぐらいで走ってしまうので、まあ、1区間3キロで短いんですけども、それでも20秒とか30秒で、ね、こう開いたりする可能性がある。まあそれでも2区間で、まあ、3キロと比較的短い距離なので、まあ大きな差が一区間で1分は開くことはなかなかないので、まあある一定のまあつなぎとまあ言われているところになります。で、3区と7区が大学生社会人区間とこう言われているんですけども、まあ大学生もしくはまあ実業団の選手が起用できます。で、ポイントはやっぱ7区最長区間の13キロ、まあここの最後のアンカー勝負で結構逆転劇もねあったりするので、ここがポイントではあるんですけども、それでもまあ3区間を占めている高校生で、高校生でいい選手3名集めるっていうのがやっぱ結構ポイントで、だいたい早い選手、全国トップクラス選手を2人くらいは集められるんですけども、もう1人揃えられるかどうかっていうところがね、結構ポイントなのかなって思うんですよね。で、この時期、どういう時期かっていうと、大学生とか社会人って、1月ってどちらかというと、オフのシーズンだったりします。まあ、マラソン駅伝っていうのは年間を通じてオフ期間がないので、1年中がっつりしたトレーニングをするんですけども、それでも大学生は1年間箱根駅伝に思いをかけてきて、箱根駅伝が終わったタイミングなので、多少、その後、まあ、帰省をしてね、実家の方にこう帰ったりして、1週間ぐらい、まあ、オフ期間が作ったりというところがあります。なので、練習がちょっとね、休んだりするところもありますし、まあ、実業団も基本的にはニューイヤー駅伝を一つの大きな目標にしているので、まあ、ニューイヤー駅伝が終わったすぐのタイミングなので、まあ、ちょっとオフ期間だったりします。あとは実業団選手で言うと、この後マラソンに、本格的なマラソンシーズンに入ってくるので、マラソン練習をしている選手がやっぱすごい多いんですよね。そうやってくると、やっぱマラソン練習をしている中の途中で、10キロのロードレースドカンと走れって言われても、なかなかね、うまく走ることができなかったりするので、大学生と社会人ってやっぱね、ここね結構差が出るところなんですよね。まあ休まず走れた選手は結果が出るけども、まあここの1月はちょっとオフ期間っていうところで休んだ選手はなかなかニューイヤーとか箱根駅伝で出したいい結果を思い通りに出せるかっていうと結構難しかったりするので、まあ大学社会人頼みの都道県チームっていうのはなかなか結果が出ないような印象ですね。今までの実績と同じぐらいの結果出せるかっていうと、人によって結構差が出る、僕は印象があります。だけど高校生っていうのは、まあ12月に宮古路がありますけども、高校から大学に行って大学で1年目からがっつりやってやろうっていう、もうこう気持ちが高まってる瞬間なんですよ。まあ僕もこの1月2月3月って本当ワクワクしてた時期で、大学入ってすぐ楽しみだ、この期間を休もうっていうよりかは大学1年目から活躍してやろうっていう思いの方が結構強い選手が多いので、高校生は12月に宮古路終わっても 1,2,3 月は休まずそのまま大学にドカンと入る選手が多かったりするので、まあ宮古路で結果を出した選手っていうのはこの1月も結果が出しやすいところがあるので、まあ高校生いい選手をね抱えているチームはまあ結構強いのかなというふうに思っています。まあそんな見方でね、まあぜひ見てほしいなというふうに思うんですけれども、まあ各ね
都道府県の順予想していきたいと思うんですけれども、じゃあ高校生が強いっていう風になると、やっぱポイントとして挙げるのは、まあ、都大路の結果ですよね。でこれが今回、昨年行われた全国高校駅伝都大路2023の結果なんですけれども、まあ、優勝を果たしたのが佐久長聖で、長野県の佐久長聖高校が優勝しました。で2位が岡山県の倉敷高校、3位が千葉県の八千代松陰高校、4位が兵庫県の須磨学園、5位が埼玉県の埼玉栄、まあ、1位から5位、まあ、長野、岡山、千葉、兵庫、埼玉、ここが、まあ、全国高校駅伝1位から5位占めたんですけども、純粋にもう単純に考えて、この5位に入った都道府県はもう間違いなく強いです。もう上位の方に上がってくれます。それぐらい、まあ、都大路で強かったチームっていうのは、まあ、都道府県で活躍する傾向にあります。もうこのチームから高校生3区間、1チームから3人ドカーンって出しちゃえば、それだけでも強い。まあ、佐久長聖なんかぶっちぎり強かったので、まあ、1区、4区、5区全員を佐久長聖高校で占める。で、もしくは、例えば、千葉県だったら、八千代松陰高校の選手を2人取って、もう一人千葉ってやっぱ激戦と言われてるので、3人目は違う高校の強い選手を引っ張るってこともできる。まあ、そういうところね、あったりするので、まあ、ここの1位から10位、長野、岡山、千葉、兵庫、埼玉、まあ、6位の福岡、この辺あたりまでは、いい結果をね、そのままね、上がってくるんじゃないかなというふうに思っています。で、もう一個見てほしいのが、これが前回大会の都道府県対抗駅伝2023の結果です。まあ、昨年ね、まあ、長野県、まあ、佐久長聖高校が強いっていうのもやっぱありまして、長野県が、圧倒的な力をつけて優勝しました。で、2位が埼玉県、3位が東京。東京去年頑張りましたね。まあ、なんか東京ってやっぱメンバーが揃ってる印象があるんですが、今までね、なかなかね、いい成績を残せなかった印象にあるんですが、まあ、昨年3位に入りました。で、4位に千葉県、5位に岡山県ということなんですが、これが前回の1位から5位の順位なんですけれども、僕はね、今年ね、大きくね、順位が変わるんじゃないかなと思っています。で、都道府県対抗駅伝って毎年ね、順位各強い都道府県ってあんまり変わらないんですよ。まあ、高校生がやっぱ強いチームが強いってあげましたけども、高校って毎年が強いチームって毎年強いじゃないですか。毎年長野県の佐久長聖ってやっぱ強いし、まあ、埼玉栄は強いし、東京で言うと東京結構バラつきますけども、千葉で言うと八千代松陰強いし、こう毎年高校生って強いチームなんで、そんなに大きく変わらないんですが、僕の予想ではね、今回ね、大きく変わるんじゃないかなっていうことを踏まえて順予想ねしていきたいと思うんですけども、まず注目している都道府県があるので、そこを紹介していきたいんですけども、何チームかな、5チームか。僕の中で、優勝に絡んでいきそうな、5チームがあるので、それをね、まず紹介します。その後から、最後ね、順予想ね、1位から3位までね、していきたいなというふうに思います。まず、大本命。こちらですね、長野県ですね。もう、これはね、もう優勝候補ダントツと言っても、大本命と言っても間違いない。まあ、去年の覇者、長野県ですね。もう、佐久長聖高校 OB だらけ。もう全員かな、中学生以外全員佐久長聖 OB なんじゃないかな。そうですよね、はい、強いなと思ってます。で、佐久長聖高校、さっき言ったように1区4区5区が、高校生区間と言われていて、全員佐久長聖高校で占めています。まあ、これができる強さですよね。なので、まあ、今年も優勝候補ナンバーワンなのかなと思ってます。で、ポイントの3区7区には早稲田大学の伊藤選手ですね。で、早稲田アンカーに駒澤大学の鈴木芽吹選手、箱根駅伝大活躍した選手なんですけども、ポイントはやっぱ3区の伊藤選手ですね。まあ、どこまで仕上がってきてるのかっていうところがちょっと気になり、もともとね、まあ実績がある選手ですし、力のある選手なんですが、直近で、まあ怪我なのかね、影響で、なかなかね、いい走りが見れていなかったので、この3区、ただね、都道府県にエントリーされてるってことは、ある程度ね、調子が戻ってきたのかなっていうところなので、長野県のポイントはやっぱね、3区だと思います。ここがしっかり乗り切れれば、まあ、今年ね、2連覇ね、十分あり得るんじゃないかなっていうところで、まあ、大本命ですね。あとは中学生区間ですね。長野県の中学生って強いは強いんですけども、全国トップクラスかっていうと、そこまでではない。なんで区間賞とかなかなか取れないので、まあ、区間賞の選手とどれだけの差で詰められていけるかで、高校生区間でしっかり貯金はできるので勝てるかなと思うので、まあ、ポイントは3区と中学生区間ですね。アンカーに鈴木芽吹選手がいます。まあ、大学生 VS 社会人どっちが強いのかっていうと、まあ、純粋に社会人の方が実績経験もあるで強いと思われますけども、7区の13キロぐらいやったら、やっぱ大学生結構勢いでいっちゃうなというふうに思うんです。で、特に、まあ、今オフ期間ではありますけども、こう鈴木芽
電福選手、駒澤大学って、箱根駅伝が終わった次の日から、もう早朝からトレーニングしてるって有名ですよね。もう休むオフ期間ないと。でね、帰省するタイミングではあるらしいんですけども、帰る人がいないっていうぐらい、まあモチベーションがめちゃくちゃ強い大学なんで、鈴木芽吹選手も箱根駅伝終わった後から、もう休まずね、ずっと練習ね、継続してるんじゃないかなっていうところでね、まあ期待できるね、まあ選手なのかなというふうに思います。そして、注目2チーム目ですね。千葉県ですね。はい。さっき言ったように、八千代松陰高校があるというところになります。まあ、全国高校駅伝で3位に入った八千代松陰高校、千葉県のね、選手たちが、1区と4区に、1区4区5区か。まあ、佐久長聖高校と同じパターンですね。まあ、八千代松陰高校から、同じチームから3名の選手がエントリーされていると。まあ、全国高校駅伝でこんな活躍しているので、まあ、この3名の選手もね、まあ、実績ある選手なので、まあ、強いなというふうに思うんですけれども、千葉県を、挙げた要因としては、バランスが多分一番いいです。まあ、中学生、高校生、大学、社会人、どれも穴がないと。まあ、すべてのカテゴリーで全国トップクラスかっていうと、全国のトップ級のトップではないんですけども、全区間、区間5番ぐらいに全員が入ってこれるんじゃないかなっていうぐらいのバランスの良さがあります。まあ、高校生区間も下手したら区間賞を取れますし、もう悪くても区間5番に入ってくる。まあ、中学生区間も、区間賞を取れるかちょっと難しいですけれども、大きくこけることはないということですね。で、3区にはね、駒澤大学の品川選手がいます。まあ、区間賞候補と言われてますけれども、大きく崩れることはないかなということですね。で、7区は富士通の伊予田選手ですね。もうここも崩れることがないかなって考えると、もう全員が区間5番以内に入ってこれるってことだけで、それだけでも上位にこう入ってこれるので、まあ、千葉県は長野県にしっかりどんだけ食いついていけるかっていうところがね、まあ、ポイントなのかなと思うので、まあ、全都道府県で最もバランスがいいチーム、しっかりどの区間も集められたなっていうのが千葉県かなっていうので、ね、優勝候補に、ね、入ってくるかなというふうに思います。そして三つ目ですね、兵庫県ですね。兵庫県は個人的にめちゃくちゃ僕が推しているチームになります。なんといっても一区にね、折田選手がいるっていうことですよ。まあ、宮古寺一区でね、あんだけの素晴らしい走りをしました。まあ、今年の高校のナンバーワン選手ですね。まあ、5000メートル高校歴代2位という記録、13分20秒台という記録を持っています。その折田選手が一区にエントリーされているので、おそらく一区区間賞でドカンと来てくるんじゃないかなと思っています。で、兵庫県は何がいいかって、中学生がめちゃくちゃ強いです。もう、二人とも全国トップ級の選手を揃えられているんですよ。で、一区に降りた選手、スーパー高校生がいて、二区にも中学生のスーパー中学生がいるので、一区二区でドカンと飛べることができます。で、三区に坂東選手がいるわけですよ。で、兵庫県は、やっぱ坂東選手ですね。三区、実の坂東選手がどこまで体調戻ってきてるか。まあ、ニューイヤー駅伝でね、なかなかね、いい走りができなかった今までの実績ポテンシャルからずっとね素晴らしい結果を持ってるんで、まあ本来の力を発揮できればいい結果残せるんですけども、ニューイヤー来てね、なかなか調子がうまく上がってこなかった、その坂東選手がまあ今回都道府県来てね、どんだけ戻ってくれるか。まあ3区終わった時点で先頭の方にいれば十分ねありえるんじゃないかなと思ったんですが、4区5区6区がねまだ強いですから、とにかく兵庫県はもう逃げ切り作戦かなと思ってます。で、兵庫県の、こう、中学生の選考レースが超面白くて、これ各都道府県で、まあ大学社会人は、まあ箱根駅伝とかニューイヤー駅伝の実績で、こうスカウトして走らないかっていう声をかけると思うんですけども、中学生と高校生って大体各地区で、選考レースみたいなものをやるんです。で、中学生の場合だと3000メートルのトラックでの選考レースがあったり、まあ高校生だと、まあ5000メートルとか8000メートルとかのね、こう選考レースをやったりするんですけども、兵庫県も中学生のメンバーを決めるために3000メートルの選考レースをやっているんです。その結果がめちゃくちゃすごくて、選考レース何人出場したかわかんないんですけども、トップ4位、中学生ですよ。兵庫県の中学生トップ4位が3000メートル8分30秒台で帰ってきてるんです。4人もですよ。ありえないから。こう、中学生で8分30秒で走るっていうこと自体がまずありえない。それも兵庫県の中だけで4人。それもただの選考レースだよ。
全中とかじゃないんですよ。先行レースで4人8分30秒。で、中学生区間で2区間しかないので、8分30秒台で走ってもメンバーを取れない。それぐらい兵庫県の中学生区間って、まあ、こう、熾烈な争いがあるわけですよ。そこを勝ち抜いてきたメンバー2人が投入されてるってことなので、レース本番もう8分30秒ぐらいで2人とも走れると思います。そうなってくると、他の都道府県の中学生が9分ぐらいで走ってしまうと、1区間で30秒ロスするんですよね。で、2区間あれば、これで1分開きます。中学生区間3キロなんで、なかなか差が開かないと思いきや、少しでもブレーキをしまうと、2区間で1分ぐらい行かれるので、兵庫県はこの中学生が強いダブル区間賞多分取れると思うので、この強さがある。それに1区の折田選手のドカンというレースがあるので、1区2区の勢いでポーンと逃げ切っちゃう可能性がある。まあ、長野県は追っかけるレースになると思うんですけども、そこね、まあ、見どころのねポイントかなと思いますんで、まあ兵庫県がねどこまで逃げ切れるかっていうところがね、まあ注目の後かなというふうに思います。はい。そして個人的にね、追加が注目しているのが岡山県ですね。こちらですね。岡山県はね、個人的にもかなり期待しているところになります。まあ、なんといってもね、高校に倉敷高校がね、いるっていうところが強いです。宮古寺2位に入ってね、まあ、倉敷高校のメンバーを中心にね、まあ、エントリーされているというところなんですが、見てほしいのが、3区と4区、黒田のタスキで、これは見たい！これはとにかく見たいと思ってファン多いし、僕はね、激アツだし、これはね、意図的に僕はやってるんじゃないかなと思っています。まあ、3区にね、青山学院大学の黒田朝日選手、箱根駅伝2区でね、まあ、区間賞を取った大活躍な選手です。おそらく、最初の7区13キロ走る力があると思うんですけども、僕はね、あえて3区に来て、4区の黒田前選手とのタスキリレーをさせたんじゃないかなという思ってます。これはね、粋な計らいですね。ここまで、遊び心を持って区間を選べる心のゆとりというか、岡山県の粋な計らい。で、通常であればね、黒田選手を7区に回すってことも全然できちゃうんですけど、なんかね、意図的にやってるんじゃないかな。これがパーフェクトな区間で、黒田選手は7区ではなく3区の方がいいっていうところで決めた可能性もあると思うんですが、僕はファンの期待にも応えるっていうところも含めて、あえて3区、4区。ところでね、繋いでいるんじゃないかなっていうふうに思います。それで、ね、兄ちゃんから弟っていうのがいいよね。で、逆に弟から兄ちゃんパターンもあると思うんですけども、僕の中では兄ちゃんから弟パターンのタスキリレーのが個人的にやっぱ熱いかな。弟からもらえるけど、兄ちゃんからのパワーのがなんか強いな印象があるので。この岡山県の黒田のね、兄弟タスキリレーはね、ぜひね、皆さんね、まあ、注目にしてね、見てほしいなというふうに思います。そしてね、最後、もう一個ね、紹介したいチームがありまして、それがね、大阪ですね。まあ、上位の方に入ってくるかどうか、優勝争いに食い込んでくるかどうかわからないと思うんですが、大阪をポイントに挙げた理由としては、大学生社会人区間が超熱いのが僕は大阪だと思っています。で、3区に旭化成の葛西選手を投入していて、アンカーの7区に NTT 西日本の小林選手を投入しているんですよ。で、なんといっても今勢いがある実業団社会人選手で一番勢いのある選手は誰かっていうと、やっぱ NTT 西日本の小林選手だと思ってるんです。おそらく7区で今回区間新記録も十分あり得るというふうに思っています。そうなってくると一気に順位を上げることもできるので、最後のアンカー区間でどんだけ順位を上げられるか、おそらくね、注目されているんじゃないかなというふうに思っています。で、全体的に、ね、バランスもいいんです。まあ、中学生と高校生区間もう全国トップクラスはないんですけども、そこまでね、大きな穴がないっていうところなので、まあ、3区と7区の大学生社会人区間で、まあ、しっかりね、結果が出れれば順位の方にね、上がってくれるんじゃないかなと思ってます。なんといってもね、まあ、7区の小林選手のね、活躍ね、ちょっと期待したいなというふうに思いでね、紹介させてもらいました。まあ、以上ですね、長野、岡山、千葉、兵庫、大阪。まあ、この実行チームが僕の中で、ね、注目しているチームになります。まあ、この中から上位ね、1、2、3位がね、出てくるんじゃないかなってことで、最後ね、まあ、順予想していきたいなと思うんですけども、まずね、一気に行きましょうか。順予想、僕の今回都道府県2024ですね、男子の駅伝の順予想、1、2、3位をね、まあ、こんな感じにしました。ドン！
はい。まあ、無難っちゃ無難ではあるんですけれども、ただね、ほんと激戦って言われてるんです。まあ、これ以外にも、やっぱ東京が結構強いっていう風に言われたりしますし、昨年2位の埼玉もやっぱ上位に上がってくると。で、神奈川県も結構強いし、鹿児島も強いんですよ。鹿児島もね、ちょっと強いなって印象があるんですけども、それでも僕はね、こんな順位にしました。まあ、長野県の連覇はほぼ固いかなという風に思っています。で、2位に兵庫県しているんですけども、やっぱね、勢いがありますよね。まあ、1区の折田選手、区間賞で来る、そのまま2区もダブル区間賞で逃げ切る勢いがあるので、やっぱ駅伝っていうのは先行逃げ切りが重要だと思うので、1区2区ダブル区間賞でこう逃げ切って、まあ途中どっかで長野県にまあ追いつかれるというパターンがねあるのかなっていうふうに思ってます。で、3位に千葉県ですね。まあ千葉県はやっぱバランスがとにかくいいので、まあ常に先頭の方で戦える強さ、まあ先頭に出れるかどうかわかんないんですけども、とにかくずっと5位以内に入っていって、まあ3番4番2番あたりをねずっと行ったり来たりするよね、戦い方のねするんじゃないかなってことで予想しました。1位長野県、2位兵庫県、3位千葉県予想しました。ぜひね皆さんもね、順位予想ねコメント欄にいっぱいもしんなと思います。